上ハラミです。見てください、これ油の乗り方、もうロースのこの厚切り、これも焼いていきましょう。珍しいですよね、ロースの厚切りって。こちらこのお店推しのご飯です。パイナップル出てきました。なんとこちら運が良かったら無料提供でいただけるっていうことなんです。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいだすのミスター京都アキラ、はい、本日はサインにやってきました。はい、ほんで今日はね、サインの一軒の焼肉屋さんからですね撮影の依頼をいただきまして、なんと昨年ねコロナで廃業されたんですけども、美味しいお肉を再び皆様に提供したいという熱い思いから再度復活したというね、すごい情熱のこもったお店から、お声掛けいただきまして、乗り込んできたんですけどもね、こちらのね、オーナーさんのね熱い気持ちがねメッセージで伝わりましたよ。僕はもうそういうお店をね応援したい、はい、ということでね、結構ね予定は詰まってたんですけどもね、もうなんとかスケジュール合わせてもう早急にやってきました。はい、なんかねいろんな情報を見ているといいお肉を安く提供されているそうで、僕も行くの初めてなんですけども、とりあえず今から発声入していきたいと思います。そしたら行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴーレス、行ってきます。こちら阪急3駅の西改札口です。ほんでこっちからねさらに西に進んだらお店があるっていうことなんですけども、はい、行ってみます。いや、ありましたよ、このアイフル、串橋とアイフルの横ですね、はい、宮古そばもあります、この横ですね、はい、ということで着きましたよ、こちら牛がうまい、はい、こちらです。三重駅から徒歩20秒、はい、行くぞ。いやー、こじんまりしたね、いい感じのお店ですね、はい、芸能人もたくさん来られてますね、はい、ほんで、4人掛けテーブルが2つと8人掛けかな、まあ、6人ぐらいかな、そのテーブルが3つ、はい、あります。はい、ということでよ、本日はサインの牛がうまいというね焼肉屋さんに、発声入してきましたけども、やっぱ情報通りね、いいお肉を安く提供されているお店です。はい、今日はお店のおすすめメニューを出していただきますんで、よろしくお願いいたします。ということで行くぞ、生から行くぞ、キンキンに冷えてます、行くぞ。まず中の男のみじゃ、この肉にはマービルじゃ。ということで、まずはじめに肉の前ですね、キムチ、はい、キムチ盛り合わせです。715円、見てください。キュウリに白菜にカクテキ、じゃあいただいていきましょう。まずは白菜から、いい具合の使い方ですね、うん、結構ね、ピリ辛です、ピリ辛、うん、どんどんいきます、
きゅうり。うん、みずみずしくて中までしっかりキムチのねタレが染み込んでむちゃくちゃ美味しいです。いやー、いろんなねうまそうな肉が来ましたよ。ほんでね、ちょっといろいろ出していただいたんで、店長さんにちょっと部位の説明を簡単に。はい、はいはい。こちらがネギ塩タンで、ネギ塩タン焼かれてからこちら巻いて召し上がっていただく、はい、あ、はいはいですね。とこちらロースは厚切り、はい、で火打ちで、ポン酢、ニンニクポン酢とおろしポン酢、はい、お好みでつけて召し上がっていただく、はい、とハツのアブシン、はい、油が乗ってる心臓を言うんでアブシンですね。と、しびれ裏メニュー、はいはい、こちらはこのごま油ベースのタレで召し上がっていただく、了解です。とこれは上ハラミ、はい、でこのつけダレで召し上がっていただく感じ、了解です。はい、ということでね、一応5種類出していただきましたので、今からこれを焼いて作っていきます。そしたらね、まずタンからいきましょう。もう見るからにね、これねなんかすごいいい肉っていうのが分かりますね。もう持ってもねトロッとしてる感じなんですよ。おー、いい感じに焼けてきたね。どんどん焼いてね食べていきますよ。もうねそんなに焼きすぎてあかんと思うからさっといくよ。そしたらタンです。はい、タンにはですねこのネギ塩をのして巻いていただきます。くそー、タンじゃー。うーん、柔らかい、めっちゃ柔らかいわ。ほんでね、これもねちょっと酸味の効いた塩味でむちゃ脂っこいタンをさっぱりしてくれる、塩だれですね。うん、むっちゃ柔らかい、分厚いのに柔らかい、うまっ。はい、続いてハツですよ。脂の乗ったハツですよ。あんまり見ないですね、ここまで脂の乗ったハツ。絶対うまいと思うわ。よし、そしたら2杯目はハイボール行くぞ。アッキーさんじゃないですか、いつも見てますよ。ああ、ありがとうございます、はい、あ、ありがとうございます、はい、あの視聴者さんですね、はい、ぜひぜひ登場してください、はい、アッキーさん、僕の店も来てください。どこにあるんですか。もうすぐ裏です。歩いて30秒ぐらい近いんですか、はい、ああ、ぜひ行かせてもらいますけど、名前は伏せましょう。そうですね、名前は伏せましょう。あの、僕より先に誰か行かれて困るんで。はい、あとで待ってください。はい、よろしくお願いします。またぜひ。ありがとうございます。ハツが焼けたんでね、いただいていきますよ。いや、うまそうですね。これ見てください、この油の乗り方。はい、いきますね。うまい。ハツが口の中でとろけた。これはちょっと俺好みですね。超絶品、むっちゃうまい。うまい。これはみんな注文しや、むっちゃうまい。よし、そしたらね、次はしびれです。これはなんと裏メニューですね。はい、これはね希少部位ですか、牛の膵臓です。はい、うわむっちゃうまそうに焼けてきたね、これいい感じでしょ。これじゃあいい感じにね焼けていきましょう。しびれ、これ間違いなくうまいでしょ。はい、そしたらこちらはこれですね、ニンニクをたっぷりつけていただきます。うん、うまい、うん、これきっとね、食べたことない人たくさんいらっしゃると思うんですけど、ほんまにうまいですよ。もうすごいね、もちろん油は乗ってるんですけども、あの歯ごたえも良くてね、このね、油のね、甘みがね最高にうまくて、臭みが全然ない。うん、うまい。はい、はい、続きまして上ハラミです。見てください、これ油の乗り方、
もうすごいいいお肉っていうのが分かります、はい、丁寧に焼き上げます。よし、それではね、ロースのこの厚切り、これも焼いていきましょう。珍しいですよね、ロースの厚切りって。ロースって言ったらね、なんか薄く切ってある感じのイメージがあるんですけども、この分厚いロース、いい感じに焼けてきましたよ。これジョーハラミ、はい、ジョーハラミと厚切りロース、もうこれぐらいでいいやろ。よし、ほんで締めご飯です、はい、こちらこのお店推しのご飯です、はい、じゃこ明太ご飯、おすすめメニューです。見てください、贅沢にもね、明太子が丸々1本乗ってます。ほんでその下になんとじゃことカツオがかかってる贅沢なご飯になってますよ。これと肉を食らっていきます。そしたら大好物の上ハラミ、うわ溶けた、歯いらんで、これ、うん、やっばハラミが溶けました、うん、うん、ま、2回ぐらいしか噛んでへんね、うん、でこの明太子ご飯、うん、だし醤油がかかってるから、明太子の下に鰹節とじゃこ、うん、ほんでしそがね、あのふりかけてあるんですけど、それがまたねいい仕事してます、はい。じゃあ明太子の部分、うん、うまっ、何倍でもご飯が食べられるレベルの美味しい明太子、うん。そしたらこのね極太ロース、これをご飯にのせていただいていきます。うん、柔らか、こんなね極太のロース初めていただきました。脂も乗ってるし、なんか食べてたら極太カルビをいただいてるかのような、そんな感じのねロースです。いや、帰ろうと思ったらね、なんとね店長さんからパイナップル出てきました。なんとこちら運が良かったら無料提供でいただけるっていうことなんですけど、はい、いただきます。これすごいね、これが無料提供、ほんま運が良かったですわ、はい、甘くてよく冷えてむちゃくちゃうまいです、はい。ということで本日は牛がうまいというお店に初潜入してきましたけど、ほんま最強に美味しくて安い焼肉店でした、本当にね、また再び復活して頑張られてますんで、皆さんぜひよかったら食べに来てあげてください。むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ということで本日は山陰にありますその名も牛がうまい焼肉店行ってきましたけど、まさに名前の通りほんまにむちゃくちゃうまい焼肉でした。ほんでね、あの分厚く切った上ロース、あんなよそで食えへんで、はい、あれは感動したな、全部うまかったけどね。ほんでね、ここの店長さんがもうほんまに美味しいお肉を皆様に提供したいがために、心から心を込めて、美味しい焼肉店を復活されましたんで、皆さんぜひこの動画を見て美味しいなと思われましたら、ぜひ牛がうまいさんお越しいただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛します。おろしゃー。